どうもこんにちは、任天堂の坂本と申します。どうぞよろしくお願いします。すっごく簡単ですっていうのはまあ言い過ぎなんですけども、まあ、DIY のゲームは5秒で終わるゲームですので、まあ、それほど敷居は高くないと思います。ゲームを作ってみたいとか、まあ、誰か面白がらせてあげたいなと思ってる人だったら簡単にハードルを超えてくれるんじゃないかなと思いますね。作り方教室っていうところでは、サンプルの作品を作りながら、このゲーム内でのツールをこう、の使い方を覚えていける仕組みがありますし、バイト部屋っていうのがあって、それはまあ、絵を描くだけで、ゲームができてしまうという仕組みが用意されています。組み立て道場っていう仕組みもありまして、これはそのクイズ形式でそのゲームの組み立て方を覚えていけるような仕組みが用意されています。あと90種類のゲームが用意されていて、まあ、それをこう改造していくっていう形でも、まあ、ゲームが作れるようになっていまして、一からゲームを作らなくても、まあ、そういう仕組み利用して、まあ、ゲームを作れるっていうことにはかなり力を入れています。まあそういう感じで実は僕には11歳の息子がいるんですけれども、まあ、その彼がどんどんこれを使ってゲームを作ってくるんですよね。相当やはり作りやすいんじゃないかなと思いますし、彼はまあサービス精神は旺盛ですし、まあ、面白いものにも敏感で、まあ親が言うのもなんですけど、まあ、センスもいい方だと思うんですけども、まあ、勉強は苦手なんですよ。でもできています。アイデア次第でかなり凝ったものまで作れますね。組み立てっていう、まあ、実際のゲームでいうところのプログラムに相当するパートがあるんですけども、構造がすごくシンプルなので、まあ、簡単な動きだったら、まあ、すぐにでも作れると思います。それをこうどんどん組み合わせていくことによって、まあ、工夫さえすれば複雑な動きもさせることもできます。センスと工夫次第で、まあ、こうしたいんだっていう気持ちが強い人だったら本当にいろんなことが凝ったことができるようになっていくでしょうね。実は日本ではコンテストというのが行われてまして、そこでまあいろんな作品が送られてくるんですが、DIY のスタッフがそれを見ながら、わ、これどうやってやってんの、どうやって動かしてんのって言ってすごく感心してたりするんで、かなり複雑なことまで、まあ、できるようになると思いますね。まずはまあ気楽に始めてほしいですね。ゲームだとか意識せずにね、受けを狙って、まあ、一発ネタとか、まあ、メッセージ的なもの、そういうものをもう気軽に5秒のものを作っていくっていうのがいいと思います。それをまあ誰かに遊んでもらって、まあ、なんていうか自分が期待したような反応してくれるのか、まあ、意外な反応したなって思うのか、まあ、周りを巻き込んで楽しむのがまあ一番楽しいと思います。まあ、ゲーム作りというものはもともと送り手と受け手のキャッチボールによって成り立っているんで、まあ、そういうものをこう実際に自分が実感するすごいいいチャンスだと思いますので、まあ、それをまあ経験していただきたいと思います。 Wi-Fi につなげるとまあ楽しみはどんどん広がっていくと思いますね。ほとんど毎週新しいゲームを配信するウィークリーゲームスっていうのがあって、たくさんのゲームをダウンロードすることができます。自分の作ったゲームは預かり屋さんっていうところにこうアップロードすると、フレンド登録した友人に公開できます。あとコンテストっていうのがありますんで、まあ、そこに応募して、まあ、任天堂に選ばれればもうすごくたくさんの人にゲームを遊んでもらえるようになる。 Wi-Fi を使うことによって非常にこの本当にゲームの楽しみ方が広がるっていう意味では、まあ、ぜひおすすめの仕組みですね。有名人が作ったゲームを公開する、ビッグネームゲームスっていうのがあるんですけども、実は私が作ったゲームは配信されまして、まあ、メトロイドのゲームなんですけども、まあぜひ遊んでいただきたいですね。まあ、どうやら配信されるらしいです。よろしくお願いします。このチャンスにぜひゲーム作りということにチャレンジしてください。まあ、自分が作ったゲームをこう友達であるとか、まあ、家族とかに、まあ、遊んでもらってすごく面白がってくれたりした場合には、きっといやもっと面白がらせてやりたいなと思ってどんどんいろんなことに挑戦していくと思うんですよ。そうするとどんどん技術が上がっていって、より高いレベルものが作れると。で、まあ、こうしていくと、まあ、自分も当然楽しいですし、周りもまあ楽しくなっていくと。やはり、まあ、そういうことを繰り返していくっていうことが、まあ、本当にいいゲームが作れることになると思います。
実は私の作ったメトロイドっていうゲームを、まあ、岩田に見せたところ非常に喜んでくれたっていう話聞いて、まあ、僕もすごく嬉しかったんですけども、まあとにかく自分が作ったものを誰かが受け取ってくれて、まあ、それに対していろんなリアクションを見せてくれるっていうところがやはりものづくりの時の一番の醍醐味なので、まあ、このソフトをきっかけに、まあ、ぜひ皆一人でも多くの人に、まあ、そういう経験をして、まあ、ものづくりの喜びを味わっていただきたいなと思っています。将来これがきっかけで、まあ、ゲームデザイナーがになりましたっていう人が出てくるんじゃないかなと実は期待してます。おかげさまで順調です。チーム忍者や D ロケツという、まあ、チームワークもすごく完璧ですし、エキサイティングなメトロイド、そして魅力的なサムスを、まあ、お届けできると思いますので、まあ、どうか、まあ、ぜひ期待してお待ちください。よろしくお願いします。